皆さん、こんにちは。モデルのピコが、12月3日放送のおしゃれクリップに出演、7月に亡くなったパートナーリュウチエルさんへの思いを明かしたことが話題となった。リュウチエルさんが亡くなったことが報じられたのは7月12日、同日午後5時半ごろ、渋谷区の事務所内で意識不明となった状態で発見され、間もなく死亡が確認された現場の状況から自ら命を断ったとみられる。27歳だった。2016年にモデルでタレントのピコと結婚し、2018年には長男のリンクくんが誕生している仲睦まじい家族と見られていたが、2022年8月に2人は離婚を発表し、新しい家族の形を築いていくことを宣言していた。離婚以降もピコは常にリュウチエルさんの立場を尊重してきた。2022年9月の AER アドットのインタビューでも、カミングアウトされた時には勇気を持って話してくれてありがとう、生きててくれてありがとうという思いを抱いたと語っている。おしゃれクリップでも、ピコはリンクくんが持つ優しさはリュウチエルさんから受け継いだものであることを強調。リュウチエルが残してくれた宝物の息子と一緒に思い出に蓋をするんじゃなくて、ここからまた一緒にリュウチエルを胸にして頑張っていきたいよねって思ってると発言した。10月1日放送の僕らの時代でリュウチエルさんの逝去後、ピコさんは初めてテレビに出演。同じくゲストのシェリーさん、ペイさんの前で時折声を詰まらせながらも、リンクくんからリュウチエルさんの意思を感じることを明かしていました。リュウチエルさんが亡くなった当日、長男のサマースクールのためグアムに滞在していたピコ。くしくもリュウチエルさんが亡くなる前日の7月11日は息子の5歳の誕生日だった。報道から一夜明け、グアムに滞在していたピコとリンクくんが日本に帰国した空港での目撃者は当時本誌にこう明かしている。ピコさんと息子さんは14時頃に空港に着き、マネージャーらしき人と3人で歩いていました。報道陣は15人くらいいて、テレビカメラも3台ほど向けられていました。訃報を聞いた心境は？リュウチエルさんと最後にコンタクトを取られたのはいつでしたか？などと質問されていましたが、ピコさんは無言を貫き、報道陣に会釈で返して急ぎ足で立ち去っていきました。その間、ピコさんが長男の手を強く握っていたのが印象に残っています。終始うつむいていましたよ。訃報から約5ヶ月、現在は YouTube チャンネルの更新もコンスタントに行っており、前述のようにリュウチエルについて言及する機会も増えている。これからもピコは前を向いて生きていく。タレントのリュウチエルさんが死んだ12日午後5時半ごろ、東京渋谷区のマンションにある個人事務所で死亡している状態で発見された。現場の状況から字と見られる。27歳だった。持ち前の明るいキャラが人気を博し、モデル仲間だったペコット、ペコ&リュウチエルとしてメディア露出を増やしていく。16年にペコと結婚、18年に男児が誕生した。ところが22年8月には離婚を発表する。その前の年にはペコと個人事務所を立ち上げ、芸名もピコ、リュウチエルに変更したばかりだった。離婚について当時はこう語っていた。本当の自分と本当の自分を隠すリュウチエルとの間に少しずつ溝ができてしまいました。夫であることは正真正銘の男でないといけないと、父親であることは心の底から誇りに思えるのに、自分で自分を縛り付けてしまっていたせいで夫であることには辛さを感じてしまうようになりました。離婚後は性別に縛られないジェンダーレスな容姿が話題に。LGBTQ など性の多様性について発信したり、自身の性に関する悩みを明かしたりして注目を集める一方で、ネット上では私生活に踏み込んだ書き込みなど無数の誹謗中傷にさらされていた。遺書のようなものは見つかってないようで、動機は今のところ明らかになっていない。字が報じられた直後には SNS 上で女性ホルモンの投与による影響ではないかとする見立ても広がったが、この壮絶な誹謗中傷が字に追い込んだとの憶測が主流となっている。当人が女性ホルモンを投与していたかどうかは別として、1990年代にいわゆる日本のニューハーフを取材した時に
女性ホルモンを定期的に注射しているという複数人にインタビューをしたことがある。最初は普通に話していたはずが、いつの間にかテンションが上がって話がまとまらなくなったり、喫茶店で話していて隣のテーブルの客を驚かせたりすることなどがあって、本人たちも認めていたように情緒が不安定になる場面を知らされたことがあった。だがそもそも字に関して言えば、日本は異様な国である。10代20代30代の死因の第一位は字が占める体、しかも若者の字が多い傾向は20年以上変わらない。こんな国は先進国と呼ばれる中でも日本だけだ。リューチェルとペコがお互いのインスタで夫婦という形ではなく、人生のパートナーとして今後歩んでいくことを発表しました。所属事務所は、法律上は夫婦ではなくなりましたと2人の離婚を認めた上で、事実婚というカテゴライズではなく、本人のインスタグラムでもあるように、新しい家族の形として家族3人で同居をしていきますとした。スポーツ報知より、法律上も離婚が成立したとのことですが、リューチェルとペコの離婚原因は何なのでしょうか。3つの理由が浮上してきました。1つ目の離婚理由は、リューチェルが性自認したから。離婚を報告したインスタの中で、リューチェルは夫であることは正真正銘の男でないといけないと、リューチェルインスタよりのように、夫は男でいけないと思っていたものの、父親であることは心の底から誇りに思えるのに、自分で自分を縛りつけてしまっていたせいで、夫であることには辛さを感じてしまうようになりましたと、夫男であることが辛いと告白しました。子供にとって父親ではいられるものの、男を求められると精神的に苦しいのだそう。つまり心の性別が男性ではいられないと性自認したということですね。2つ目の離婚理由は、本当の自分らしく生きるため。メディアで自分のこれまでの生き方や夫としての生き方についてお話しさせていただく機会が増えていく中で、本当の自分と本当の自分を隠すリューチェルとの間に少しずつ溝ができてしまいました。リューチェルがこう語っているように、芸能人リューチェルは本当の自分を隠した姿、そしていつしかプライベートであるはずのペコの前でも本当の自分ではないことに気づき、大きな葛藤を抱えてしまったんですね。リューチェルが本当の自分らしく生きるために離婚して、夫は男という立場から解放される必要があったということでしょう。3つ目の離婚理由は、家族を守るため。こんなに愛する家族がいるのに生きていくことさえ辛いと思ってしまう瞬間もありました。このままでは自分が本当にダメになって、一番守りたい家族のことも守れなくなってしまうと感じ、これまでのこと今の思いをテコに全て打ち明けました。リューチェルは本当の自分を押し隠すあまりに思ったこともあるそうです。リューチェルが心の底から愛している家族を守るためには、離婚してリューチェルが自分らしくいなければいけなかったのでしょう。リューチェルが性自認したことがペコとの大きな離婚理由でした。つまりリューチェルの性自認は女性ということなのでしょうか。これまでの発言や今回の離婚報告を見ると、リューチェルは精神面で女性、つまり性自認は女性と考えることもできます。前述したように、リューチェルが男性でいることが辛いという意図は女性でいたいということなのかもしれません。性自認の問題について考えるときに知っておきたいのは、 LGBT とは何かということです。 1L はレズビアン、 2G はゲイ、 3B はバイセクシュアル、 4T はトランスジェンダー。上記の頭文字を取った LGBT という言葉が最近はとてもよく聞かれるようになりましたよね。それぞれが何を指す言葉なのかというと、1レズビアン、性自認が女性、性的指向が女性な同性愛者、2ゲ、性自認が男性、性的指向が男性な同性愛者、3バイセクシュアル、男性、女性の両方に性的魅力を感じる性的指向の人、4トランスジェンダー、心と体の性が一致しない人というものです。それぞれの定義には様々な見解がありますが、大枠でこう理解することができるでしょう。リューチェルは LGBT のいずれかだとすると、どう考えればいいのでしょうか。女性を好きになることは僕の人生の中で初めてのことでした。リューチェルにとって初めて
好きになった女性がペコだったのだそう。ということは、それまでは恋していなかったのか、もしくは恋愛対象が男性だったということですよね。よって、リューチエルは、身体は男性、生じ人は女性、性的指向は男性と女性、だとまとめられます。LGBT に当てはめると、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、と考えることもできるでしょうか。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。